平野翔家族愛爆発。弟のブランド、RKS リッキーをイベントで熱烈応援。平野翔海外進出の可能性大。韓国、アメリカで活躍する姿が目に浮かぶ。平野翔愛知県岡崎市で開催されたグルメイベント、キッチンカーフェスティバルでの彼の姿が、ファンやメディアによって目撃された。このイベントは、全国の人気店が集まり、 多種多様な料理が楽しめることで知られているが、特筆すべきは平野省が家族と一緒にこのイベントに参加していたということだ。報道によれば、彼は両親や幼い妹とともに地元に帰省し、このイベントを訪れていた。平野にとって、故郷での時間は特別な意味を持つものであり、彼が忙しいスケジュールの中でも実家に帰ることを大切にしていることがよくわかる。彼自身もインタビューで、実家に帰るのは、 家族に会える時に会っておきたいという思いからだと語っているように、家族との時間を過ごすことは彼にとって非常に重要なものだ。このキッチンカーフェスティバルに平野が参加した理由の一つは、彼の弟であるリクがアーティスト活動を行っていたためである。リクはアパレルブランド RKS リッキーのプロデューサーであり、音楽活動も行っている。平野は弟の活動を陰ながら応援しており、 今回のイベントでもその姿勢が垣間見えた。平野は、陸のライブパフォーマンスを家族と共に観覧していたという。このような家族の絆や、兄弟間のサポートは、彼のファンにとっても非常に感動的なエピソードとなった。ジャニーズ事務所に所属していた平野が、弟のブランドを露骨に宣伝することは一見タブー視されるかもしれないが、平野はその規範にとらわれず、たびたび、 RKS リッキーの T シャツを着ている写真をブログに掲載するなど、弟への強い思いを示してきた。平野にとって家族は、彼の芸能活動における支えであり、彼の決断や行動の背後にある重要な要素であることがうかがえる。平野がキング・プリンスを脱退し、ジャニーズ事務所を去るという決断を下すに至った背景には、家族との絆や個人的な思いが大きく影響しているかもしれない。特に 彼の弟である陸との関係が、このタイミングでより深まっているように見えることは、今後の平野の活動においても重要な意味を持つだろう。彼が海外に活動の拠点を移す可能性があるため、物理的な距離が生まれることは避けられない。だからこそ、平野はこのタイミングで家族との時間を大切にしているのかもしれない。彼の今後については、様々な噂が飛び交っている。 韓国の芸能プロダクションに所属するのではないか、あるいはアメリカで新たなキャリアを築くのではないかという憶測が飛び交っているが、いずれにせよ彼の才能が国内外で評価され続けることは間違いないだろう。日本国内ではもちろんのこと、彼のカリスマ性と才能は国境を越えて広がる可能性が高い。一方で、彼がジャニーズ事務所を離れることによって、日本の芸能界における慣習や枠組みに挑戦し、 新たな道を切り開こうととしているるも考えられるジャニーズ事務所に所属していた時代、平野は多くの規則や制約の中で活動していた。しかし、事務所を去ることで、彼はより自由な環境で自己表現を追求し、さらに多くの挑戦を受け入れる準備が整っているのかもしれない。彼の海外進出についても、多くのファンが期待を寄せている。韓国やアメリカ、 さらには他の国々での活動が噂されているが、どのような形であれ、彼の新たなステージは確実に世界の注目を集めるだろう。特に、韓国のエンターテインメント業界は、グローバルな市場で成功を収めるアーティストを多く輩出しており、平野がその一員となる可能性は十分にある。彼のダンスや歌唱力、そして独特のカリスマ性は、韓国のエンタメシーンでも高く評価されるに違いない。また アメリカ進出の可能性も見逃せない。アメリカでは、特に映画やドラマの分野で日本人俳優が活躍する機会が増えている。平野の俳優としての才能はすでに日本国内で広く認められており、ハリウッドでの成功も期待される。実際に、彼が出演した映画やドラマは高い評価を受けており、海外でもその演技力が注目されることは間違いない。彼が新たなステージに向けて歩み出す一方で、 日本国内のファンにとっては寂しさも残るだろう。彼がキング・プリンスとして活動していた時代は、多くの人々にとってかけがえのない思い出であり、その時代が終わることは一つの時代の終焉を意味する。しかし、彼がこれから挑戦する新たなフィールドで、さらに成長し続ける姿を見守ることができるのは、ファンにとっても喜びである。家族との絆、そして新たな挑戦に向けての決意。平野翔は、 これからも多くの人々に影響を与え続けるだろう。その背後には彼を支える家族の存在があり、彼の決断や行動に深い影響を与えている。彼の旅立ちは家族にとっても大きな意味を持つものだが、彼の成功を全力で応援していることは間違いない。今後の平野翔の活躍に国内外のファンは大きな期待を寄せている。平野翔の今後の道のりは、 彼自身だけでなく家族やファンにとっても新たな冒険となるだろう。ジャニーズ事務所の枠を超え、彼がどのような道を選び、どのように成長していくのかは、まだ明確ではない。しかし、彼のこれまでのキャリアや人間性、そして家族との深い絆を振り返ると、その未来には大きな可能性が広がっていることがわかる。平野は芸能界での成功だけでなく、その人間性でも多くの人に愛されている。 彼がファンとのつながりを大切にしていることは、たびたびメディアでも取り上げられてきた。特にファンイベントやコンサートでの姿勢からは、彼の感謝の気持ちや、ファンに対する誠実さが感じられる。それは単にパフォーマンスを見せるだけではなく、彼自身がファンとの一体感を大切にしているからこそだ。そんな平野が、新たなステージでどのようにファンとの関係を築いていくのかも、今後の大きな注目点となる。 特に海外での活動を見据えると、文化や言語の壁を越えたコミュニケーションが求められる。日本で築き上げてきた信頼関係を、どのようにして国際的な舞台でも再構築するのかは、大きな挑戦となるだろう。しかし、平野の誠実さや人間的な魅力は、どの国でも通じる普遍的な価値だ。韓国やアメリカといったエンターテインメントのメッカであっても、彼の持つカリスマ性は必ずや多くの人々を引きつけるだろう。 さらに、平野の海外進出は、日本の若いアーティストたちにとっても一つの希望となるかもしれない。日本国内で成功を収めたアーティストが海外に挑戦し、そこで新たな道を切り開くという姿は、同じくグローバルな舞台を目指す若手たちに勇気を与える。彼がどのような形で成功を収めるかは未知数だが、その挑戦自体がすでに大きなインパクトを与えているといえるだろう。もちろん、 海外での活動は順風満帆ではないかもしれない。言語や文化の違い、さらには国際的な競争の中でのプレッシャーは計り知れない。しかし、彼のこれまでの経験や家族の支え、そして何よりも彼自身の努力と情熱があれば、どのような困難も乗り越えていけるだろう。特に、家族との絆が彼の原動力となっていることは、これまでの彼の発言や行動からも明らかだ。例えば、彼が、 実家が一番リラックスできる場所と語るように、家族との時間は彼にとってかけがえのないものであり、その存在が彼の心の安定を支えている。実定の陸との関係も、その一端を示している。兄としての立場から、陸の活動をサポートし、時には自分の影響力を使って彼の道を切り開くことを惜しまない平野の姿勢は、彼の家族に対する深い愛情を物語っている。陸もまた、 平野から多くの影響を受けながら、自らの道を歩んでいる。音楽やファッションということなる分野での活動を通じて、彼自身もまた独自の成功を追求している。兄弟がそれぞれのフィールドで活躍しながらも、互いに励まし合い、支え合う姿は、多くのファンにとっても心温まるエピソードであり、平野の人間的な魅力をさらに引き立てる要素となっている。平野翔がこれから進む道には、 確かに多くの挑戦が待ち受けているだろうしかし彼のこれまでのキャリアや人間関係そして家族との深い絆を考えればその挑戦は決して孤独なものではない彼には支えてくれる家族がいるそして彼の成功を心から応援するファンがいる彼がどのような選択をしどのようなステージに立つとしてもその背後には多くの人々の期待と応援があることは間違いない